シムカ1307-1308はクライスラーのフランス市会社クライスラーフランスが1975年7月に発表し10月に発売1985年まで生産した小型乗用車であるイギリス市場ではクライスラーの欧州戦略車としてクライスラーアルパインとして販売されクライスラー欧州部門が PSA プジョーシトロエン参加となった1978年以降はタルボ1510と改名するなど様々な名称が与えられていた。さらに1980年にデビューした4ドアノッチバック版はタルボソラーラという名称で販売された。1963年より販売されていた1301、1501の後継車種として開発された。 1976年のヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞。1294cc モデルは、フランス課税割りで 7CV 相当であることから1307、1442cc モデルは8、CV 相当であることから1308とそれぞれ故障され、ヘッドライトウォッシャーやパワーウィンドウを装備した上級グレードは 1308GT と呼ばれた。 二年前の1973年にデビューしたフォルクスワーゲンパサートにも似たロックライトの後、ドアハッチバックボディのデザインは、クライスラー UK のチーフスタイリスト、ロイアックスによるもので、大柄なヘッドライトを除けば、フランス車らしい個性は希薄であったが、1970年代半ばの欧州小型車のトレンドを巧みに捉えたパッケージングであった。室内のデザインも同様に、 分厚いシートがフランス車らしさを表していたが、同時にインターナショナルな雰囲気も持ち合わせており、右ハンドル化されて、イギリスで生産されても何ら違和感のないデザインと言える。一方、機構部分はフランスで開発され、横置きエンジン、前輪駆動のメカニズムは1967年デビューのシムカ1100以来のものであった。1307、1308は、 ほとんどの生産者種が急体化し、不振であった、クライスラーフランス、クライスラー UK の復活をかけた、クライスラー初の欧州戦略車として注目され、発売後1年間で25万台以上が売れた。1976年10月以降は、イギリスのクライスラー UK 工場でも生産開始され、1294cc モデルが、クライスラーアルパイン GL-1442、 CC モデルがアルパイン S、1 3 0 8 g t 並みの装備を持つ上級グレードは GLS という名称で販売された。1979年にはフランス仕様のみ 1592CC エンジンに AT を組み合わせた 1309SX が追加された。しかし1307、1308と1978年に登場して、 アメリカでも生産された弟分のオリゾーンを持って、しても、経営危機にあったクライスラーを立て直すには至らず、ヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤー受賞者の割には目立たない存在となっていく。とはいえ、1979年までの、クライスラー時代の1307、1308、アルパインの生産台数は77万8240台と、普通へともに好調な販売を記録していた。 1978年に、クライスラーフランスと、クライスラー UK が、PSA プジョーシトロエン参加になると、PSA は、両社製品のブランドを、タルボに統一することとし、その第一弾として1979年10月に1307、1308、1309から解明した、タルボ1510を発表した。解明と同時にマイナーチェンジを実施し、 当時流行のスラントノーズを採用し、全長も伸ばされた。イギリス仕様は引き続き従来の名称を用いて、タルボットアルパインとなり、1950年代の名車、サンビーム、タルボットアルパインとよく似た名前となった。バリエーションは 1294cc67PS の LS、1442cc84PS の GL、GLS。 そして前年に1309としてデビューした 1592cc89PS のモデル SX として MTAT ともに用意された。また、1980年には1510の後部を改造して4ドア三ボックスとしたタルボ・ソラーラが登場した。1981年9月以降は LS も 1442cc エンジン搭載となり、GL GLS は 1592cc となった。シトロ NCX のものと同じ5速トランスミッションが GLS と SX に装備されたが、これは PSA グループ内の部品共通化の旧シム化社への最初の例であった。弟分のオリゾンと車格が近いこともあって、1510の販売は1307、1308時代ほどの勢いはなく、販売の主力は、 ソラーラに移った。フランスでの生産は1982年に75,753台で終了したが、イギリス・スペインでの生産は継続された。イギリス仕様は1982年10月にアルパインシリーズにとなり、ギアボックスが、プジョー305と共通化されたほか、SX が廃止され、ベーシックな LE が登場した。 1984年10月には限定使用者、ミンクス、レイピアのみにラインナップが整理され、305のステアリングホイールとスイッチ類が用いられることになった。しかしその生産は半年余りしか続かず、1985年夏には生産終了となった。当時のシムカタルボー社は、車体の腐食の進行が早いとされ、現存する個体はあまり多くはないとされる。 なお、ロシアのモスクビッチが1989年から2002年まで生産したモスクビッチアレコは1510に告示した外観を持っているが、前輪駆動ながらエンジンは縦置きで、正式に PSA プジョーシトロエンから製造権を取得したものではないとされる。ありがとうございます。